ッパー前に弾き返しました。増田陸、モイネロからヒットを打ちました。いや、何かフォアボールあり、今日はこの1本ヒットあり、うん、これは見事なヒットですね。あのストレートの後のこれカーブなんですけど、はい、最初のスイング見たら当然あのスイングでキャッチャーはカーブだったら多分まだ空振りするなって。カーブですけど、これは取った、マスターよく反応しました。そこまでは中さん慣れているポジションではないと思うんですかね、ファースト、マスター。よくやってますよね、本当この日は将来性感じますね。あの中田翔あるいは中島もいる中で原監督は中さん、この増田陸をスタメンで2試合連続で起用しています。どうだ、高く上がった、増田陸の打球はレフト、レフト見上げた、入った、プロ入り第2号が出ました。原監督のスタメン起用に応える一発。さあ若武者たちが巨人を押し上げます。東山を捉えて3点差。さあ終盤どうなる。この一球は工藤さんどうなんですか。ツーシームですね。シンカリンが、はい、ちょっとだけやっぱりもう何ですかね、こっちが悪くなったというかね、はい、はい、もう一本出すか。どうだ、レフトの前に落ちました。マスタリクホームランの後、思い切りがいいっていうかね、あのスイングを思いっきり振ってますよね。これはまあ大事なことですね。あの結果どうあれね、ここもファーストストライクから強振していきます。はい、向かっていく姿勢、これを原監督も非常に評価していました。そうでしょうね、いろいろバッテリーが考えちゃうんですね。はい、こうすればいいって単純に思うっていうのはすごく打ち取りやすいんですよ。あれもしなきゃいけない、これもしなきゃいけないっていうのはすごく厄介なバッターになり得るんじゃないかなって思います。これはセンター前へ、ツーストライクと追い込まれてからのこのバッティングでした。まず山本浩二さん、はい、いいですね、対応していきましたね。はい、追い込まれてからの、 あの初球の空振りよりコンパクトに行ってますよね。まさにそのスイングでしたね。はい、こういうのをだんだん覚えてくるとね、だからあの本当に思い切りいいですから、昨日あのホームランが出たりしますからね。